エリザベスを連れて行くべきか行かざるべきか、はあ、それが問題なのです。チャチャに預けて行きなさいよ。あんたね、エリザベスなんか抱いて行ったらみんなから完璧に変態扱いされるわよ。そうですか。チャチャ、くれぐれもエリザベスを大切に扱ってくださいよ。はい、セラビン先生、とっても大切にします。不安です。チャチャ、まだまだ修行が足りませんよ。そうよ、調子に乗ってはいけないわ。チャチャさん、僕にも一回やらせてもらえませんか。俺もやりたい。ハリーや、すっごいぞ。僕の方が先に申請したんだ。ああ、ダメよ、エリザベスが痛がってる。痛いわ痛いわ。話せよ、シーネちゃん。いいよが話せよ。やめて、腕がちぎれちゃう。伸びよ、腕。ないでしょ、シーネちゃん。間違えました。慌てんぼ。だから縮めよ、腕と足。なんか変、全体のバランスが悪いんじゃねえか。あり、お前はバカ力だけなんだから余計なことするなよな。冷た顔伸ばして。シーネちゃん、どうすんの。なんででしょう。どうしよう。これ見たらセラビーのやつすっげえ怒るぜ。あ、そういえば人形作りで有名なコペット爺さんならエリザベスを治せるかもしれません。本当？よし、早速頼みに行こうぜ、そのコッペパン親父に。コペット爺さん、ほら。ごめんなさい、セラビー先生。人形をそんなに乱暴に扱ったらいかん。え？なんだ、セラビーじゃないのか。エリザベスごめん。人形はもっと大事にしてあげなければかわいそうじゃ。あなたはもしかして人形作りで有名なコペット爺さん。そうじゃよ、わしはコペットじゃ。可愛らしい爺さんだな。お前の爺ちゃんがデカすぎんだろ。コペット爺さん、エリザベスを直してほしいの。こりゃまた凄まじい姿になったもんじゃの。治るかな。もちろんじゃ、少々時間はかかりそうじゃがの。よかった、治る治る、よかったね。治る、よかったね。わあ、これがコペット爺さんの家ですか。おお、お嬢ちゃんがあの世界一の魔法使いのチャチャさんか。いや、その若さで大したもんじゃ。チャチャさん、こういう時は大威張りでもいいんじゃないですか。えへん、ぷいぷい。はい、ただいま。人形が喋った。この家の中ではどんな人形でも話ができるし、自由に動き回れるんじゃ。こいつかわいいじゃん、ふわふわのモコモコで。
これ全部コペットじいさんが作ったんですか？そうじゃよ。ほら、散歩の土産じゃ。ありがとう、コペットじいさん。はぁ、面白い。これこれ、ドワール。お前は一番お姉さんなんだから、みんなのお手本にならなくちゃダメじゃろうが。ストップ。お説教はそこまで。曲がりたかりたか、どんがらがったったん。ありゃりゃ、あいつ魔法使いか。そうだよ。ドワールの魔法は最高にすごいんだが、この大怪獣のガウガウ様が言ってるんだから間違いないが。何言ってやんねえ。魔法ならチャチャが世界一でいい。で、世界一。ドワールの方がすごいが。ふぅ、何何、こんな子が世界一ですって。へぇ、信じらんない。これこれ、ドワール、チャチャさんは本当に世界一の魔法使いなんじゃ。ドワールの方がすごいが。それにとても心の優しい女の子じゃ。ドワールも可愛いが。ふんだ。なに、このブサイクな子は。ブサイクじゃないわ、私はエリザベスよ。わ、エリザベスまで喋りましたよ。ここではどんな人形でも話せるよ。この子、なんでこんなに腕と足が長いの。つままないでくれる。ああ、それさ、エリザベス取り合ってるうちにビロビロになっちゃって魔法で直せないもんだから、コッペパン親父にさ。リア！何よ。へえ、お人形こんなにして、それでも本当に優しい女の子なの？あ、いや、そりゃ。魔法だってきっと大したことないが、ドワール、見せてあげるが、すんごい魔法。驚くな、ドワールの魔法はすごいんだが。ははぁ。なんだが。好きなんですね、ドワールさんのことを。ダーッ！赤くなった！トマトだ！やったー！みんな私が大変なことになってるの忘れてない！ごめん、エリザベス。コペットじいさん、お願いします。エリザベス、怖えよ。すまんすまん、すぐに直してあげるからの。待って！今日は私の新しい魔法を見てくれる約束だったでしょ？ちゃんと覚えているとも。じゃがこの子を直してからじゃ。コペットじいさん！コペットじいさんたら。ドールちゃん、その魔法私に見せて。すごいんだがん。あなた、世界一の魔法使いって言ってたわよね、うん、どう世界一なの？言ってね、言って。どう？チャチャさんは世界一の魔法使いのセラビーさんと魔法対決で勝ったんです。あ、そうなの。どうで、恐れ入ったか。じゃあ見せて。え、世界一の魔法見せてよ。ああ、なんかこいつ偉そうじゃん。早く。ほんじゃお前が先に何かやってみせろよ。いいわよ。曲がりたかりたか、どんがらがった。すごいんだが、すごいんだが、お前たちよく見てろが、腰を抜かすなが。ガイガイ、ちょっとそこどいてくれる。私映らないでしょ。これまた失礼いたしましたが。曲がりたかりたか、どんがらがった。ダン。あり、やっと出たよ、コッペパン。おいしそう。やったが。食べちゃうけど、こんなの大したことねえぞ。あ、うわ。どう？チャチャさん、しっかり。リアがまだ下に。よし、何でも詰め込みブローチで。え、何？便利に収納、楽々運搬。あれ、消しちゃったの？食いしん坊！ちょっと！なにこれ、なにこれ！あ、これは、何でも詰め込みブローチって言って、便利に収納、楽々運搬って呪文を唱える。なんでこれ！ドールちゃん！そうでも山でも、何でも入っちゃうの。すごい素敵なブローチ！もっと他のこともやってよ。この魔法通信コンパクトはね、離れたところにいるお母さんとお話できるの。ちゃちゃ、どうしたの？あ、お母さん、全然ご用事はないの。え？ね？あんなのどうってことないが、ただの道具だが。そうやね。それからこれはクレッセントオーロラブレスレットといって、こうやって。ストップが。道具なんか使うのはズルだが、本当の魔法っていうのは欲しい。はい、コピック見せかけてみたい。すごいのよ、すごいのよ。何でも詰め込むブローチってね、どうでも山でも吸い込んじゃうし、魔法通信コンパクトってね、遠くのお母さんとお話できるの。それからクレセントオーロラブレスロットっていうのもあって。ふんで、全然いらないわ。ねえねえ、ド
ドワールもさ、なんかアイテム探そうが、なんかきっとあるが。重さが30キロのただ重たいだけのブローチ、すっごく大きいだけのブレスレット、バラウコンパクト、変なのばっかり。道具なんかなくたっていいわ、私は負けない。おーちゃちゃ、見ろ見ろ、人形の頭がいっぱい。あ、これ手と足ですよ。こっちにも人形の材料がある。これでエリザベスそっくりの人形できないかな。あわん、あつ、あわん、つー、すりー、曲がり、たかり、たかどされてた魔法のバトンを振りまぶし、ちょっとおしゃまれ、おちゃめちゃめなお人形。ドアル、なに、ドアちゃん、なんなの、素敵な素敵な魔法使い、ドアルちゃん。いやー、さあ、盛り上がったところでチャチャに挑戦よ。できた！ほら、エリザベスそっくり！僕もできました。動いた動いた。イーヤもなんか作ってる。あいつが静かだとなんか不気味ですね。できた、チャチャ人形。似てないよ。イーヤひどい。チャチャの人形があったらいいなって思ったんだい。私が作る。ほら、できた。僕も。ヒネちゃん、なんだよそれ。ヒネちゃん人形だよ。チャチャさんの人形と仲良くさせるんだ。じゃあね、俺も作ろう。いやなんだそりゃ、そっくりだな。いや行くよ、ひねちゃん。私ももっと作ろうっと。僕も。世界一の魔法使い、赤ずきん、チャチャ、私はあなたに挑戦するわ。あとで。やっとこやっとこ繰り出した、いいやとしねのお人形、チャチャの人形もやってきた、みんなで更新だったたたた、やっとこやっとこ繰り出した。面白い面白い。次何やらせましょうか。これだけいるから運動会。おう、騎馬戦できるぞ。どっちが敵か味方か分かんねえや。あんまり面白くありませんでしたね。ねえ、私いつまで待ってればいいの。あ、ドアルちゃん、ごめん、忘れてた。忘れてた？ひどい。あなたが後でって言うから私とっても素直に待ってたのよ。ガウダ寝ちゃったが。ごめんなさい。じゃあ一緒に遊ぼう。遊ぼうじゃないの、魔法対決よ。いいよ、やろう、楽しい魔法対決。じゃあシーネちゃんから。え、僕から。いいですよ。あ、ケーキ、機関車、シャ、うまかった、シャボン玉。おお。はい、枕、ラッパ、パジャマ、マイク、クルミ、みかん。あー、なくちゃ、なくちゃ。いけない。あー、ドアルちゃんの負け。あー、失敗しちゃった。なんで魔法でしりとりやんなきゃなんないのよ。楽しい魔法対決ごっこ。ごっこじゃないの、これは戦いなのよ。なんで？ドワールちゃんと戦いたくない。そう、だったら戦いたくさせてあげるわ。曲がり、たかり、たか、とんがらがったんたん。あー、きれい。え、さあ、お望み通り楽しいわよ。それそれ。あらら、おろろろ。僕たちは操り人形じゃありませんよ。でも楽しいかな。俺も面白い。僕はちょっと嫌です。はいはい、踊りはおしまいよ。チャチャさん、ごめんなさい。チャチャ、わあ、見たくありません。ほらほら、楽しいわね。言い訳ねえだろ。どうある、チャチャさん、大丈夫ですか。こいつ頭くるぜ、ぶっ飛ばしていいか。ダメだってよ。さあ、戦う気になった？ならないもん。どうして、どうしても。怖いんだろうが、怖いんだろうが、戦うのが怖いんだろうが、この弱虫が育児なしが挟んで捨てるが。ガガ、今度あんたが戦うのよ。はい。いやいや、もう僕はいたって気が弱いし、かっこよりましたですね。お、おい、さあ、ガガ、行け。ちょっと待って、行けば。結構手間かかるわね。私がコントロールしてあげるわ。
かわされたわよ、タフさん。もう一撃。来ますよ、チャタさん。どうしますか。いや、戦いたくないけどよ。ダメ、通さない。ジャイアントジャタ人形、ひるまないだよ、ジャガリ。もっともっとビシビシやって。やりすぎだぜ、チャチャ。うん、よし、入れよう。やる気になったらね、ガガル。まあまあ、もうやめようよ、モル。どうした？チャチャさん、やっぱりやんない。どうして？戦いたくないだもん。わかった、あなたずっと魔法使い世界一のままでいたいんでしょ。戦わなければいつまでも世界一のままでいられるもの。違うもん。違わない。もういいわよ、ガガル。やだが、あれ？もうすばしっぽいわね、ガガン。あのリモコンをなんとかすれば。キャットさん、ダメ、魔法は使わない。でも、あご、ごめん、ドワル。もうまだやるが、この勝負引き分け。勝手に終わらせないでよ。勝負はこれから。みんなで遊びましょう、ドワール。戦いは良くないよ。おしまいね、ドワール。そうしよう、そうしよう、ドワールちゃん。いい意見がたくさん出てるがね、ドワールね。え、なんで、なんでみんなチャチャの味方なんかするの。そうじゃないわ、ドワールちゃん。いや、聞かないわ。みんなして、私一人を悪者にしてる。もう誰の顔も見たくない。ドワールちゃん。あ、ドワール開けてよね、ドワール。ねえねえ、ドワール。もうドワールちゃん、完全に心を閉ざしてしまいましたね。めちゃくちゃわがままなやつだな。ちゃ、しょうがねえや。どけどけ、ほら、せーの。だらしないが。お前だってできなかっただろ。申し訳ないが。まったく、リーアはすぐ力任せだ。スマートに行けよ、スマートに。入れよ、鍵。あー、シーレちゃん、頭いい。鍵穴がありません。評判悪いよ、シーレちゃん。何かあればいいんですけど、缶切りとか。ダイナマイトとか。ドリルとか。私に任せて。フレッシュントオーロラブレスレット。お助けブーメラン。これって小じみの太鼓だぜ。これでどうやって岩の戸開けんだ。チャチャさんの出したものですから何か意味があるんだとは思いますけど。そっかな。これってこうしてこうするものでしょ。そしてこれはこうですよね。じゃあとにかく踊ろう。俺も何かやりたい。あの楽しそうな音楽。は、その手には乗らないわ。何よ、あんなに楽しそうに。みんなひどい。私がいなくなってもどうってことないのね。ドアルが出てきたが。キャットさん、今のうちに何でも詰め込みブローチで。はい、便利に収納、楽々運搬。はぁ、私こんな家出て行っちゃうから。ダメよ、ドワール。この家を出たら僕たちは動けなくなっちゃうんだ。ほっといてよ。危ない。ちょっとあれだ。派手に転んだわね。あ、エリザベス治ったのね。もちろんじゃ、ほれこの通り。コペットじいさん、そこどいて。私この家を。あ、ドワール、お前にはいいもの作ってあげたよ。え、何でも入る、何でも詰め込みエプロン。
どこででもどこにでも手紙が出せる魔法郵便コンパクト。そしてつけているだけで何でも欲しいものがもらえるくれくれオラオラブレスレットじゃ。コペット神さん。どうしたんじゃ、欲しかったんじゃろ。うん、かっこいい、ありがとう。いや、これこれ。ドアルちゃんよかったね。エリザベスもよかったですね。うん、ありがとうコペット爺さん。一時はどうなるかと思ったわ。あ、セラビー。え、セラビーよ、セラビーが来たわ。先生が。エリザベスやーい、エリザベス。本当にこっちなの。この探し物緑がこっちだって言っています。変なもの持ってるわね。あ、ドロシーちゃん、あの家ですよ。エリザベス、いつもよく取り乱してるわね。エリザベス、迎えに来ましたよ。うわ、セラビー。なんなの。どれが本物のエリザベスかわかんなくなっちゃった。探しましたよ、エリザベス。ごめんなさい、セラビー、心配かけて。一発で本物のエリザベス当てた。さすがは変態。チャチャ、ドアルちゃん。あの、さあ、あの、また遊びに来て。うん、また来る。また魔法対決しよう。いいわよ、今度は負けないわ。楽しい魔法対決でしょ。そう、楽しい魔法対決。さようなら、元気でね。ありがとうコペット爺さん、さようなら。あの家を出たらエリザベスも普通のお人形に戻っちゃったね。どうしてあの家の中では動いたり話ができたりするんでしょう。それはあの人形の家には人形が好きで好きでたまらないコペット爺さんの愛が満ちているからですよ。愛は不可能を可能に変えるのです、このエリザベスだって。そうよ、私はいつでもお話できるのよ。それはあんたの不話術でしょう。まあ凶暴ね、ドロシーちゃん。それじゃあいつまでたっても愛に恵まれないわ。なんですって。泣いてる場合じゃなかった。史上初、空前絶後のとってもちっちゃな挑戦者モスキーの毒針に刺されると顔中に愉快な模様が出て1時間後には石像になってしまうんだって。私も小さくなって3個戦う。次回、すっごく小さな恋物語。